はい、こんにちは、スーです。今回はこちら、超絶スーパーゴッドエース ×10 連、最大50連無料ですね、回していきたいと思います。はい、こちらイベント情報ですね。超絶スーパーゴッドエース最大50連無料ということで、またしてもね、このやばいイベントがやってまいりました。で、今回からね、6連ガチャドラと8連ガチャドラですね、こちらが新たに追加されました。6と8。3、4、5、6、8、10とありますが、まあ、基本的には最初の10連引くと、一番最後尾ですね。この画像だと10連ガチャドラが、ね、出てますけど、さらにそこから10連みたいな感じで回していけて、最大が50回と。まあ、ただこれね、正直最大50って書いてあるけど、50まで行くのはね、相当な確率を引かないと、まあ、無理なので、どうでしょうね。前回やった時はね、20連とかだった気がする、本若は。まあ、できるだけね、高継続、まあ、30回、40回ぐらい目指してね、行こうかなと思います。50連したらマジでやばい。ちなみに性能の方は、はい、こんな感じね、6連ガチャドラ。無効貫通たくさんと、武器がスキブ2ですね。8連の方はこんな感じ。スキブ6の十字。武器は同じくスキブ2ですね。こいつらはあれなんだよな、超覚醒がね、すごいよね。8連は8個あります。10連はね、10個あるから。ちなみに、こっちのやつらですね、この3連とかもなんかドット進化が追加されまして、山本 P が書いた、なんか作ったか書いたか、そんな感じだったかな。はい、ということで早速ね、回していきたいと思います。よし、じゃあまずは最初の10連ね、行きましょう。ここでとりあえず、どうなんだろう、最初決まってんのかな、行きましょう。最後尾、10体目のキャラが、おそらくガチャドラが出ると思うんですよ。さあ、順番に。なんか、新規持ってないやつとか。さあ、どうだ。進化形態、そうですね、孫悟空持ってないですね。まあ、こんな感じでちらほら割れるかなと思います。はい、フェスゲンもね、一部持ってないやつがねいたんで、さあどうだ。おこれはいいんじゃないですか。6か8かって感じか。さあ8回、 OK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  いいよ、8ラウンドゲット。いやー、これはでかい。まずその持ってないガチャドラをね手に入れたいから、8連取れたのは熱い。よしよしよし、いいですね。8連ガチャドラのブローチと。普通に強いよな。気分2で8ターンでダメージ無効貫通に、8コンボかさんも2ターン継続だからな。 OK、 ということでとりあえずこの時点で、プラス8回回せるんで18連までは確定。よし、じゃあ次に臨みましょう。いきます。ちなみにフェスゲンはルーツ、ティフォン、オーディンで4体ですかね。 OK、 次の8回いきましょう。はい、こんな感じでね、メールの方に8連が届きますと。じゃあこちら回していきましょうか。どうなんだろう、5回ぐらい行く感じになるんかな、わかんないけど。さあ、ここも最後尾に注目。最大が10連 ×5 の50とかなのかな。まずは割れて、まあさすがにまだガチャドラ来ますね。3連かしょっぱいな。フェスゲンは1体と、アルバートね。いや、どうなんだろう、多分俺の予想では、まあ50連最大って書いてあるから5回続くんじゃないかなと思ってるんでね。だからもう3連とか引いた時点で結構しょっぱい気がする。まあ3連いきましょうか。なんでまだここはガチャドラが出るんじゃないかな。さあ、ここで10連とかね、8連とか引けるといいんだけど、虹の時点で、5連か。なるほど。はい、ということで、18、3、5と。じゃあこの5連も回していきましょう。いや、ここで10取りたい。あとは6でもいいな、持ってないから。6、8、10だな。ちょっと5以下はしんどいな。虹か。割れて、あー、えぐい。えぐい。フェスゲンは目のは一体と。はい、これで、18、3、5、3と。5回目ですね。俺の予想では、これで終わるんじゃないかなと思ってます。はい。行ってみようか。多分そういうことだよね。最大50だから、10連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 の50が最大って意味かなと思ってるんだけど、どうだ？あー、やっぱそうだよな。マドゥ1体でヘスゲンは1と。はい、ということで結果見てみましょうか。回数が18、3、5、3で合計が29連ですかね。はい、29連ですね。おそらく5回は続くかなと思うので、一番最低保証がまあ3連を4回引いてしまうパターン、3、4、12で22回かな。多分22回が一番最低保証になるんかな。っていうと29回はどうなんだ、まあ平均値ぐらいになるんかな。8連とかね、10連をたくさん引ければ40回超えもね、夢じゃないかなと思いますけど、皆さんどうでしたでしょうか。コメント欄でぜひぜひ何連しましたっていうのね、自慢していってください。ちなみにフェスゲンは、シェリアスルーツ、ティフォン、オーディン、アルバート、ヨグソトース、カーリー、メノはマドゥかな。9体ですかね合計で。
はい、29分の9ということで、まあ3分の1ぐらいの確率でね、フェスゲンは出ましたと。いやー、どうなんだろう、これ喜んだ方がいいのかな。ぶっちゃけ個人的には、まあ、8連が出たのは良かったわ。持ってないから。これぐらいなら嬉しいの。まあ出ただけマシか、8連が。ちょっとなんかこのまま終わっちゃうのもね、しょっぱいんで、ゴッドフェス5連で1回回しとくか。あの持ってないキャラもね、何体かいるんで、ちょっとこれで最後5連引いて終わりましょう。さあ、どうでしょうか。マーメイドサッキューバス。あ、でもいいじゃない。サギリ出ました。これはでかい。はい、ということで、ゴッドフェス5連で、マーメイドサッキューバスと、サギリですね、ゲットしましたと。これ3体目かな。まあ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 、これは勝ちじゃないですか。はい、ということでね、久しぶりの動画になりましたけど、ゴッドフェス10連ですね、引いてみましたということで、皆さんここまでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方ぜひよろしくお願いします。コメントもね、残していってもらえたら嬉しいです。それではありがとうございました。お疲れ様でした。では。